大将の中で、あ、今ね、おった。今ね、あれにしたよ。CBR さん。なんだっけ、茶漬けをバックグラウンドに入れたから、お手本が分かるようになった。うん、ね、大将さん。そう、もうね、ここから大丈夫。米火をバックに入れたから、分かるようになりました。iPad だけど。ね、一応、さっき、スケキヨさんたちが、見たという幽霊らしきものを見たというのでね、マジでマジでかっていうんですか、本当に本当に、うんうん、行く行くぜよさん、行くぜよ、うん、そう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 ね、マジ？ちょっとあんまり暗いライトで行こうか、明るすぎない弱いやつの方がいいですね。感じる？こっちから行く？そう。手が見えたって。意外にこう3階とか多分備え付け、うん、いや明らかにどうなの、うん、逃げてるよね。
持ち悪くなってきた。ここの塔が一番やばいんですか。確かにね。めっちゃ風強いね。完全。ああ、こことなの。完全釘打たれちゃって。ほら。落ちてない。タバコとか落ちてない。胃が痛い。だからあそこをちょっと。ひょこんって上がれば行こうと思えば行けるよね。ゆきさんいないよ。ゆきさん多分ね越えてないと思う。入ってないと思う。ここカメラ。部屋気持ち悪いね。部屋じゃないよ。あ、どうなってんだ。これは部屋。2階部分って、こっちも部屋なんですよ。3階から両面に部屋がある状態。ここをよじ登って行けばここの、ここの通路は行けると思うんだよね。まあでもさすがにな、出るのが怖いよね。あ、ありがとうございます。フォロー。ここは気持ち悪い。すぐに迷います。雰囲気はあります。雰囲気はバリバリあります。どれぐらいなんだろうね、ここ潰れちゃって。ウェブついてます、マンモス団地。本当にあったなんとかってやつ。本当は何でしたっけ。本当にあった呪いの、この前のテレビでやってたやつ。怖い話の撮影で使われた場所みたいです。たまたまね、今日は向かいの公園に来てたんですけども、戻りがてらね。本当に使われたとこですか。ここ使われたとこです、いるよ、よちゃん。実際ここに使われたとこらしいです。極力裏にいた方がいいかもしれないですね。裏側にいた方が表より。計4棟ってことですよね。ここでもう出ちゃうんですよね。本当？出れない。気持ち悪い。あ、待機中？あ、よかったよかった。ねえ、ちょっとあそこ気にならない？一番右の上の最上階のその下、ライト当ててるとこ。ここや。
なんで？うん、わかる？タッチンさん、あそこね、いるんじゃねえの誰か、あそこ。2階のあそこのところ結構物音します。マジですか？あそこでしょ、はい、あ、今ライダー出てるとこでしょ、はい、分かってるやつ、引き際が大事だから。戻りますか、うん、なんか嫌な予感してきた。うん、すごいねここ。入れたらもっとなおさらね、いいんだけど。うん、なんか誘われてきたって感じしません？なんとなくここの公園で来るべきしてきたって感じ。あ、ほんと？一緒だよ。あ、カメラない。あ、あるあるある。どうすか？お、ピンポイントじゃないですか。車が。あ、来た。ここ鎌倉じゃない。ここはね、金沢区ってこと。アップしてみようか。あ、びっくりした。暗い。カメラ性能で暗いな。これでも入らない。入らない。さっき、うん、ぼんやりで。あ、カカシちゃん来ちゃった。ぼんやりで行きます。うずうずしちゃう。うずうずしちゃう。え、なんで？赤いのは多分あれ、スポット。うん。うん、戻ろう戻ろう。あれ、カカシのどこ行ったんですか？なってる。本当だ、柵がある。
もうなんかトラックが止まってる。え、マジ？ん？ゆうきさんがやばいらしい。ゆうきさんが言うには。天帝が、天帝が逃げてって。あいて、あいて、あいて。股間が挟まった。股間が挟まった。この違う、ここのさ、違う。ここ、ここ、ここよじ、ここよじ登ろうとしたらママと玉がはまった。